各大会は18人のトーナメント戦。1回戦は6試合を戦い、各グループトップが勝ち上がり、最下位の選手は次回出場停止となります。そして1回戦で2位となった6人のうち、スコア上位3人がワイルドカードを獲得し準決勝進出。その3人と1回戦勝ち上がりの6人、計9人で戦う準決勝は3試合。そこで勝ち上がった3人で決勝戦を戦う、合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。ここまでハイスコアが続いている1回戦、 D グループは今大会2回目となったワンショットプレーオフを制し、縄が準決勝進出。大島がスコア227でワイルドカード候補となった。続く E グループ、戦うのはこの3選手。レーンのスーパーモデル、酒井美香。全シリーズ2度の準決勝進出を果たすも、決勝戦の舞台が遠い酒井。最後に決勝進出を果たしたのは6年半前の初優勝をした第58戦。そろそろベテランの存在感をアピールしたいところ。そうですね、まだまだ戦えるよっていうのを、はい、見てもらえたらいいなと思いたいので、頑張らないとなと思ってます。決勝へ向け、まずは初戦突破だ。キューティーアイズ、安藤ひとみ。今回安藤が思い切ったイメージチェンジ。自慢の長い髪を切っていた。10月にヘアドネーションをして髪の毛を切ったんですけど。ヘアドネーションとは、さまざまな理由で髪を失ってしまった子どもたちのために、寄付した髪の毛でウィッグを作り無償で提供する活動。今回短くなった髪型に合わせ、ウェアも大人っぽくした安藤。ちょっと気分を引き締められるような気分一新して、 B リーグに挑めるようにと思いまして、今回ちょっとイメージをガラッと変えてみました。イメージチェンジした新たな安藤に注目。東海のファンキーガール、鈴木亜希。全シリーズはリザーブとして途中からの出場となった鈴木。それでも第3戦では3位になるなど存在感を見せた。今回は第1戦からの出場、意気込みは？とりあえずはノーミスです。はい、とりあえずはですよ。でもあとはもうダーボとかターキーが出ればいいなっていう、楽しく投げたい。目指すはノーミスで楽しく初戦突破。シリーズ2022第1戦、今週は1回戦 E グループの戦いをお伝えしていきましょう。放送席、矢野金太プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんかワクワクドキドキ感が止まりませんね。すごいです ね、 ね、もう本当に過去 B リーグ通算95戦目ですね、やってますけれども、はい、なかなかのハイスコアで締めくくるんじゃないでしょうか。まずはトップバッター、酒井美香です。よーし、ストライク。最後10番ピンを通していきました。この P リーグにおきまして、まずは6ショットやりますけれども、はい、安藤ひとみが見事パーフェクト60で、はい、見事でしたね。60点でしたね。素晴らしかったですね。注目の1投目です。よっしゃ、ストライク。これ安藤に関して言うと2月の中旬ぐらいでしたっけ、ホットニュースが。そうですね、飛び込んできましたよね、はい、自分のセンターの、練習会でですね、お客様と一緒に投げて、はい、3ゲームで899、ここは天秤が残ります。300点、299点、300点ということでね。これ矢野プロのプロ人生の中でなかなかそういう3ゲームで打たないですね。ね、はい、今回ショートカットにしてから初めての P リーグです。気分を一新して臨みたい、挑みたいというこのワンショットを捉えている安藤ひとみ、素晴らしいですよ。もう酒井美香、左
左側のラインです。10枚目当たり、よっしゃ、ザスケストライクです。ダブルを持ってきました。なんかハイレベルな戦いになりそうですね。安藤ひとみどうだ、よっしゃ、ストライクだ。酒井と安藤ダブルスタート。鈴木は9本スペアの滑り出し、左側にレーンを変えます。そういえば鈴木プロも、まあ、僕 SNS でね、はい、出産後初の300点出しましたっていうのを見ましたね。ああ確かに確かに。ちょっと厚め、ちょっとリリースポイントとフィニッシュポイントが自分のイメージではなかった感じですが、一応1番3番の間にはボールが食い込んではいきました。天秤が残ります。対角線上にスペアボールでマークしていきます。伊藤さん、はい、鈴木亜希ですが、うん、今とにかくボーリングの調子が悪いそうです。タイミングがわからないんです。でもみんな打ってるので考えても仕方がないので、ストライクが取れるボールを投げますと試合前話していました。なるほど。ちょっとボーリングに今少し壁に当たっているのか。ああこれはちょっと一番ピンに強く当たりました。ダブルでストライクはついえました。さあある意味この1回戦 E グループ、安藤ひとみの勢いはどこまで続くかという。さあターキー3つ目いけるかどうか。第3フレーム安藤外に出した、戻ってくる、よっしゃストライク。やっぱり1年ぐらい前からボーリングが良くなってきたなぁなんて思っていたんですが、あの結果がねそれに伴わなかったんですけれども、はい、ここへ来てそれが、実を結び始めているというような、そんなイメージです。なるほど。酒井美香は3フレーム2投目です。一瞬ちょっとヒヤッとしました。2本払っていきます。スペアです。さあ先ほどのリポートではちょっとボーリングに今一つのラインが見えていないという。さあちょっと右目に立ちましたか。さあどうだ、あーどうだ、よっしゃストライク。この後も熱戦が続く。